皆さん、こんにちは。今日の授業では、中学校2年生の英語、Have to、しなければならないについて、一緒に学習していきます。今日の学習の見通しがこちらです。まずはじめに、今日の、学習の目標を確認して、その上で、Have to の使い方についての説明をします。その後に、パターンでね、実際にいくつかの Have to を使った例文を声に出して読み、文の形に慣れたところで文法問題、それから英作文問題にチャレンジをしてまとめと振り返り、こうした流れで進めていきたいと思います。ではよろしくお願いします。今日の目標です。今日は自分がしなければならないことやしなくても良いことについて説明ができるようになりましょう。さて、ちょうど今このビデオをね、録画しているのは12月の半ばです。12月といったら、年末でね、非常に忙しい時期です。いろいろとやらないといけないことがあります。学生であれば、提出物をすべて出し終わらなければならない。あるいはね、土日だと部活のまた冬の大会とかがあったりしてね、毎日練習を一生懸命しなければならなかったりするかなと思います。ただ、こう、忙しい日が何日も続くと、だんだん自分のお部屋の中、片付けもめんどくさくなっちゃってね、なかなかきれいに保つのが難しくなってくる時期でもあります。そういう時にはね、やはりきちんと掃除をしなければならないなと思います。さあ、ということで、今回学習する表現は、しなければならない、というものですが、have プラス、to。このセットで have to とね、発音しますが、have to プラス動詞の原型。このセットで、しなければならないとね、表現することができます。また、この have to を否定の形、don't have to にしてあげると、しなければならないに対して、しなくても良いという意味になります。みんなが知っている have はね、持っているという状態を表す一般動詞ですが、このように、have to 一セットとしてしなければならないという表現として使うことができます。また、この have to ですが、主語が三人称単数、いわゆる彼や彼女、あるいは太郎君、人の名前であったり、そうした場合には、have をこちらですね、has の形、いわゆる三人称単数、現在の形にしてあげて、has to プラス動詞の原型。否定文も同様に、don't が doesn't に変わる。doesn't have to になると、しなくても良い三人称単数の場合の形になります。さあ、一方で疑問文はどうでしょうか。しなければなりませんの have to。を通常の一般動詞を用いた現在形の文の疑問文 do you とかと同じ形ですね。主語の前に do を置いてあげると完成です。 do I have to の形ですね。しなければなりませんかと必要性を問う表現になります。また三人称単数が主語に来ている場合は通常の三人称単数の文と同様に疑問文の do がdoes に変わります。そして has to にしていた has が原型の have に戻ります。 does he have to プラス動詞の原型。ここまでが今回の have to の文の形になります。では実際のねパターンを用いて練習してみましょう。肯定文バージョン、しなければならないからいきます。ぜひね声に出してみましょう。I have to do my homework. I have to do my homework. 私はしなければなりません。何を？することを。何をするんですか？私の宿題を。といった形でね、have to プラス動詞の原型になっています。次行ってみましょう。You have to eat dinner. You have to eat dinner.あなたはしなければなりません。何をするんでしょうか。はい、食べる動作ですね。
食べなければなりません。何を？夕食を。はい、次です。We have to go home early. We have to go home early. 次、主語、私たちですね。私たちはしなければなりません。何をするんですか？go だけだとね、行くですが、go home で帰宅するです。帰らなければなりません。どのように？早くですよね。She has to speak English. She has to speak English. 主語が三人称単数、ね、彼女はになってますから、have が has の形になります。has to ですね。そして動詞の原型、speak、何々を喋る。今回は英語を喋るになってますね。She has to speak English. さあ、続いて否定文の形です。こちらも声に出して言ってみましょう。今回はしなくても良いです。I don't have to do my homework. I don't have to do my homework. 私は don't have to しなくても良い。どんなことを？することを、ね、することをしなくても良い。何を？自分の宿題を。私は宿題をしなくても良い。次ですね。You don't have to eat dinner. You don't have to eat dinner. あなたはしなくても良い。何を？食べるという動作ですね。食べなくても良い。何を？夕食を。次行きます。We don't have to go home early. We don't have to go home early. 私たちはしなくてもよい。何を？ Go home. 帰らなくてもよい。早く。She doesn't have to speak English. She doesn't have to speak English. 彼女は、これ三人称単数ですよ。do が does に変わりました。doesn't have to、しなくてもよい。何を？喋るという動作ですね。喋らなくてもいい。英語を。続いては疑問文。しなければなりませんか？一緒に言ってみましょう。主語の前に、do を置いて、その後はここね、原型の形がね、来るんでしたね。行きましょう。Do I have to do my homework? Do I have to do my homework? 私は宿題をしなければなりませんか？私はしなければならない。何をするという動作を。何をするんですか？私の宿題を。で、しなければなりませんかとね、尋ねてますから、疑問文の時の形、主語の前に do が出てます。はい、次行ってみましょう。Do you have to eat dinner? Do you have to eat dinner? 主語の前に do が出てきてます。have to プラス動詞の原型ですね。あなたは食べなければなりませんか、晩ご飯を。ね、はい、次行きます。Do we have to go home early? Do we have to go home early? 私たちは、帰らなくてはなりませんか、早くということですね。三人称単数が主語の場合の疑問文では、主語の前に、do の代わりに does を置き、has が have に戻ります。ここは、主語が三人称単数でも関係なく原型ですね。もう一回言ってみます。Does she have to speak English? Does she have to speak English? 彼女は喋らなくてはなりませんか？何を？英語を。ですよね。はい。それでは、これから文法問題にチャレンジをしてみましょう。先ほどまで学習していた have to を使った文の肯定文、
定文、疑問文、それぞれね、思い出しながら自分の力で解いてみましょう。それでは、ビデオを一旦停止して、取り組みましょう。はい。では、文法問題チャレンジね、答え合わせを一緒にしていきます。できたでしょうか。はい。では、いきますよ。1番。私は、しなければなりません。何をしなければならないんですか？練習するという動作ですね。何を練習するんですか？テニスを。はい、じゃあこの順番です。私は、しなければなりません。何を？練習という動作を。何練習？テニスですね。したがって、しなければならないにあたる、have to、基本の形が入ってたら OK です。2番。彼は、しなければなりません。何をしなければいけないんですか？読むという動作です。じゃあ何を読むんですか？その本ですね。限定された本です。したがって、彼は、しなければなりません。何を？読むという動作を。何読むの？その本をの順番になってたら OK です。さあ、基本の形のhave to を使ってね、have to read に書いた人いたでしょうか？ところはよく確認してください。主語が今回 he、三人称単数です。主語が三人称単数の時には、have を、そうですね、has に変えてあげる必要がありました。he has to read the book。3番。今日にあたる言葉ね、すでにここ today が入ってますから、主語から見ていきます。彼女たちは、する必要がない、ね。しなくてもよい。何をしなくてよいんですか？来るという動作をしなくてもいいですね。どこに来るんでしょう？はい、学校に来るんです。彼女たちは、しなくてもよい、来なくてもよい。学校への順番になったらいいでしょう。さあ、彼女たちとありますから C じゃないですね。はい、複数を指すときに使った代名詞は they でしたね。したがって、they 来なければならない。ね、have to ですが、今回はなくてもよい。否定の形になってますから、基本の形、don't have to をね、用意してあげたらいいでしょう。they don't have to come to school today. they don't have to come to school today. 最後4番です。私はしなければなりませんか？どんな動作のことですか？するという動作ですね。抽象的です。さあ、何するんでしょう？宿題をするんです。さあ、しなければならない、ね、基本となる形は、have to でしたよね。ところが今回は、なりませんか？疑問文です。疑問文の場合は、主語、私にあたるね、I の前に、疑問文を表す、do を置いてあげる必要があります。したがって、あとは、Do I have to do my homework? Do I have to do my homework? さあ、以上で1番から4番の回答になります。最後に書いた文を一緒に読んでいきましょう。1番からです。I have to practice tennis. I have to practice tennis. He has to read the book. He has to read the book.They don't have to come to school today. They don't have to come to school today. Do I have to do my homework? Do I have to do my homework? それでは最後に作文チャレンジに挑戦してみましょう。この後4つの写真が出てきます。もうすでにね、先ほどパターンプラクティスで出てきた絵なので見たことがあるものです。それらの写真を見て、肯定文、否定文、疑問文、3つのパターンで、計12文を英作文してみましょう。なかなか難易度は高いと思いますが、ぜひチャレンジしてみてください。指定されたね、I, do, you, eat, we, go home, she, speak を使って作文をしてみてください。その他の副詞、ね、early とか、そうしたものについては必要に応じて自分で考えてつけてみましょう。
それではまたビデオを止めて自分で挑戦してください。それでは作文チャレンジの答えになります。一緒に上から声に出して読んでみましょう。I have to do my homework. I don't have to do my homework. Do I have to do my homework? You have to eat dinner. You don't have to eat dinner. Do you have to eat dinner? We have to go home early. We don't have to go home early.Do we have to go home early? She has to speak English. She doesn't have to speak English. Does she have to speak English? さあ、書けたでしょうか。今日の学習のまとめについてです。今日は have to を使ってしなければならないこと。Don't have to を使ってしなくても良いと。また、have to、主語が三人称単数の時には、has to を用いてしなければならない。また、doesn't have to で三人称単数の場合のしなくても良いという表現。また、疑問文、しなければなりませんかと尋ねるときは、主語の前に do を置いて、do I have to?また、三人称単数であれば、do を does にして、does he have to? Does she have to? などのように、する。これら、肯定文、否定文、疑問文について学習をしました。では、have to プラス動詞の原型、このセットが理解できたでしょうか。have to プラス動詞の原型を意識して、最後の作文チャレンジや文法チャレンジに取り組むことはできたでしょうか。ぜひ、自分の学習への取り組みを振り返ってみて、課題を新たにね、発見して、今後頑張っていきたい、こういうふうに学習していきたい、というような目標を設定してみてください。15分程度のね、動画でしたが、最後までありがとうございました。一緒に頑張っていきましょう。